3D プリンターの一例 3D プリンターの一例エアーウルフ 3D3D プリンターとは3ダシリ 3DCG データを元に立体を造形する機器通常のプリンターのように紙に平面的に印刷する形式や異型を作って造形材を充填、固形化する形式と異なる日本語では立体印刷機とも言う通常は積層造形法によるものを指す 三次元のオブジェクトを造形することを 3D プリンティング三次元造形と呼ぶ。初期のものは1980年代に開発され実用化していったが、それらは効果であるばかりでなく特殊な制御を求められるものであった。1980年、名古屋市工業研究所にて小玉秀夫が光造形法を発明し、また1983年にチャックハルが STL という 3D データの保存方式を発明し、1986年 3D システムズ、こう起業して、翌1987年、すら一として商品化した。これが初の 3D プリンターとされる。この後も、1990年代半ばまでに、様々な技術開発と製品が出されたが、それぞれ別々の名で呼ばれ、積層造形法はそれらを表す。 共通の言葉として漠然と用いられていた。1990年、3D 印刷と最も広く関連付けられる、プラスチック・イクストルージアン技術が、ストラトシース社により、クーズドデポジションモデリングとして商品化された。1995年、Z コーポレーション社が、MIT が開発した製品を初めて 3D、プリンティングの商標で販売した。これにより、 インクジェットマテリアルデポジションを行う機器を大まかに他と区別して 3D プリンターと呼ぶようになっていった。2000年代半ばまでは投資額が安くても数百万円規模のため企業など事業所で導入されるのが主であったがオープンソースによるファブホームやリープラッペの開発が進み2009年に基本特許の保護期間が終了したのに伴って 数万円、数十万円のものが発売され始め、個人や家庭でも導入されるようになっていった。2008年から2011年にかけて、低価格の個人用、3D プリンター市場は、毎年平均346%もの大幅、成長を遂げ、2013年には7万台が売られたと見積もられている。2010年頃は、3D システムズ、ストラトシースなど上位3社で、 業界シェアの80%以上を占め、特に、ストラタシス社のディメンション、アプリントシリーズの業界シェアが約50%と高く、事実上の業界標準となっていた。2012年にサンディシステムズが、Z コーポレーションを併合して、2社の争いになった。2014年2月には、精密な造形に適したレーザー、消結法の特許の保護期間が終了してこの方式に、 複数の企業が参入した。一方、2014年は低価格プリンターのトラブルなどが表面化した年であり、2016年にかけて 3D プリンター業界における大手メーカーの経営が悪化、株式も低迷する契機となった。2015年12月には 3D システムズ社が低価格タイプリンターの製造を打ち切ったほか、2016年4月には 低価格帯プリンターを製造してきたメーカーボット社が従業員を解雇した上で製品製造をアウトソーシングすることを発表した。近年では 3D スキャナを搭載した機種や熱、溶解析双法以外のより精密な造形に適した光造形法等の低価格化も進み普及に拍車をかけている。また新規参入が相次ぎ新たな開発競争の段階を迎えている。 一方、30年以上使われてきた 3D プリンター用ファイルフォーマット。STL は形状の情報のみしか保持しておらず、素材や構造の情報を記述できないなど、3D プリンターの進歩に対して追従できないなどの問題が多くなってきたため、国際標準会委員会 ASTEAM と ISO は共同で 3D プリンター用ファイルフォーマット AMF を定めている。 メディアを再生する 3D プリンター対象物、手法、機種によって多少の違いはあるが、コンピュータ上で作った 3D データを設計図として、その断面形状を不可加工で積層していくことで立体物を形成する方式が基本取る。液状の樹脂に紫外線などを照射し少しずつ硬化させていく。光造形方式、熱で誘拐した樹脂を少しずつ積み重ねていく。 FDM 方式、粉末の樹脂に接着剤を吹き付けていく、粉末固着方式などの方法がある。ラピッドプロトタイピングも参照詳細は、光造形法を参照紫外線を照射することで硬化する、液体樹脂を用いた造形法。初期のラピッドプロトタイピングはこの手法から始まり、ステレオリソグラフィー、レーザーリソグラフィーなどとも言われた。紫外線の照射によりラジカル重合。 もしくはカチオン重合する樹脂を用い、絞った紫外線、レーザービームで樹脂を選択的に硬化させて立体物を造形する手法であったが、紫外線プロジェクタや液晶パネルを用いることで辛い地活路口により造形する手法も開発されている。もともとは高価な機器が必要であったが、液晶パネルの透過口で直接硬化させる方式では、近年5万円を切るモデルも販売されている。 詳細は、粉末焼結石創造形法を、参照素材粉末を層造に敷き詰め、高出力のレーザービームや放電などで直接焼結したり、インクジェット方式でバインダーを添加して固めたりするなどして造形を行う手法。前者では、ナイロンなどの樹脂系材料、青銅、鋼、ニッケル、チタンなどの金属系材料などが利用できる。後者では、スターチ、 石膏などの材料が知られ、ランニングコストを抑えた 3D プリンターに利用されることが多い。フルカラー印刷に対応しているのも特徴である。詳細は、熱溶解積層法を参照熱可塑性樹脂を高温で溶かし積層させることで立体形状を作成する造形法。ラピッドプロトタイピング 3D プリンターの造形方式の中では唯一。 本物の熱化素性樹脂が使用でき、ABS 樹脂、ポリカーボネート樹脂、PC、ABS アロイ PPS 界、プス樹脂、ウルトム樹脂など熱化素性の様々なエンジニアリングプラスチックが使用できる。米国ストラタシス社がこの方式の特許を持っていたが、基本特許は切れた。この系統に含まれるものとして、レーザービーム中に粉末やガス状化合物を吹き込んで、 金属や化合物の積層物を製作するものもある。10万円未満で販売されている機器は、ほぼこの方式である。樹脂を熱で加工するという特性上、造形物が沿って変形するなどのトラブルが多く、使いこなすには、ある程度の慣れが必要である。シートを積層させ、形状を作る造形法。数種類あり、カッティングプロッタで切り込みを入れた紙を糊で積層する。 方式や光硬化樹脂をシートにインクジェットで出力してから転写する方式や水溶性の紙に熱硬化性樹脂や光硬化樹脂のモノマーを染み込ませて一層の積層ごとに加熱、または紫外線照射、加圧して硬化する方法がある蒸気の粉末法の機材をシートに置き換えたもの、液化した材料、またはバインダーを噴射して積層させ形状を作る造形法。 インクジェットプリンターの原理を応用している。インクジェットプリンターのカラーインクを使用して、カラー造形ものも作成されている。光硬化樹脂を噴射後、短波長の光を照射して硬化する方法やワックスを噴射する方法等がある。材料の無駄が少なく、鹿気工や宝飾品に使用されるロストワックスの原型のように比較的精密なものを作るために適する。 オーバーハングの部分のために、妖性のサポート材を出力したり、複数の素材を造形物上で混合することで透明度や柔らかさを変えられるもの、フルカラー出力に対応した機種もある。3D プリントは金型を作っての成形や、切削による造形などの従来手法と比較されることが多い。3D プリンターをはじめとした積層造形では、 異形の製造や事具の作成を必要としないという特徴から設計段階での試作のように頻繁に形状を変更して迅速に実態が欲しい場面や医療機器のように個々の患者に合わせて形状を変更するような製品の製造航空宇宙分野のようにそもそも従来手法のコストが差して低くないチタン部品の製造などに向いているとされる作る造形物という意味では 操作という意味では、という特徴を持つ。一方、欠点は、以下の通りである。製造業を中心に建築、医療、教育、航空宇宙、先端研究など幅広い分野で普及している。用途は業界によって様々である。製造分野では、製品や部品などのデザイン検討、機能検証などの施策や、モックアップとして、建築分野では、コンペやプレゼン用の 建築模型として、医療分野では、コンピュータ断層撮影や核磁気共鳴画像法などのデータを元にした、術前検討用モデルとして、教育分野では、ものづくり教育のツールとして、航空宇宙分野では、ジェットエンジンやロケットエンジンの機能部品の製作に、先端研究分野では、それぞれの研究用途に合わせた、テストパーツ、ジグなどの作成用途で使用されている。また、 10万円以下で購入可能な低価格 3D プリンター市場の流成に伴い、ホビー用途や DIY などの個人用途での使用も増加しつつある。昨今では、精細度が良いだけでなく、ラバー系の材料が使えたり、複数の物性の異なる材料を混ぜながらの造形や、フルカラーでの造形が可能な 3D プリンターも出て、きているため、用途の幅も広がりつつある。 3D プリンターの使用用途としては実際に製品を作る前にそれぞれの部品を 3D プリンターで出力できるサイズに縮小して出力してデザインの検証、機能検証などの施策に使われることが多い大手建設会社では建物の模型を 3D プリンターで出力して客に説明する際に使われているこの 3D プリンターを使用するメリットとしては 安いものでは1平方センチメートルあたり20円という安価で試作できる今までパソコンの画面上でしか見ることができなかったものが実際に手に取ることができるため完成した時のイメージが非常にしやすくなるなどが挙げられる完成した時のイメージがしやすいということは実際に制作している過程でも完成形のイメージがしやすいため制作者に迷いが生じにくいということを意味し 作業効率の向上にもつながり得る。2005年5月19日に劇場公開された映画スター・ウォーズ・エピソード3シスの復讐で使用されたダース・ベーダーのマスクの試作品作成に日本の 3D プロッタ機器製造販売会社ローランド DGE の 3D プロッタ MDX-20 が使用された航空用エンジンの部品は小さく複雑な形状が 多いが生産量が少ないため 3D プリンターによる生産に向いている CFM インターナショナルや GE アビエーションで使用されたすでに生産ラインが閉じた機体であってもポリエーテルイミド等のスーパーエンジニアリングプラスチックを使用して補修部品を製作するなどオンデマンドの部品製作でも採算が合うレベルとなっている2014年9月には ドラゴン補給センスプセックスマイナス4で実験用の宇宙用 3D プリンターが国際宇宙ステーションに運ばれて宇宙でも実験が行われることになった。この 3D プリンターはメイドインスペース社が開発したもので地球から離れた場所で補給がすぐにできない時にも簡単な修理部品を作って対応することができるようにすることを目指している。3D プリンターの活用は 医療分野でも注目されている。2014年の段階で補聴器の製造にはすでに 3D プリンターが広く活用されており、何百万人もがその恩恵を享受している。また、外科領域では主にインプラントの分野で活用が進んでいる。2015年1月2日、富士フィルムと東京大学医学部付属病院は、3D プリンターを使って、皮膚、 関節の量産をする技術を確立したと発表。2019年、南アフリカ共和国のプレトリア大学は 3D プリンターを使用して人体の中で最小の耳小骨の人工骨をチタンで製作。男性に移植することに成功している。臓器自体を 3D プリンターで作り出す研究がされている。詳しくは臓器、プリンティングを参照。歯、くちばし。 甲羅などが失われた動物の部位を 3D プリンターで再現し、失われた部位を補鉄する作業を 3D デザイナーシセロ・モラエスと多くの医師の協力の元を行い、多くの動物が救われた。イドタシェックスは医療機器と生体組織の 3D 印刷市場が2029年までに81億ドルを超えると予測しています図上に屋根を必要としている。 発展途上国の人々をターゲットにし、大型の 3D プリンターと、モルタルで短期間に住宅を大量にプリントし、住宅不足の解消につなげようとする試みがある。3D プリンターの作動音から、リバースエンジニアリングする手法が開発された、造形物の90%を再現可能とされる、10の部品の図面をダウンロードし、3D プリンターにより部品を作成することで、 殺傷能力のある銃が作成されるという懸念がある。米国では非営利団体、ディフェンスディストリビューテッドが2013年に 3D プリンターで作成できる銃の図面を公開している。これはリベレーターと名付けられている。日本では2014年5月8日に 3D プリンターで作成した銃を所持していた大学職員の男が 銃刀法違反で逮捕され、2018年9月7日には、加酸化アゼトンを製造したなどとして逮捕されていた、男子学生が 3D プリンターで作成した銃を所持していたとして、銃刀法違反で再逮捕されている。もともと 3D プリンター自体は、自動車業界などで試作品を作るために使われてきて、いたが、2010年代に入ると低価格化が進み、 量販店で売られるようになったため、広く一般に出回るようになった。これまでの法規制は、ものは、有体物、3D データのような、情報は、有体物ではないものの典型として、明確に分けて規定し、有体物としての重火器の製造、所持、流通を取り締まるものであったが、技術の進化で両者の境目が曖昧になってきたため、3D プリンター中の製造による事件が、 発生するようになった。それまでにも部品の一部を 3D プリンターで製造した重火器は作られていたが、2013年に USA のディフェンスディストリビューテッドという団体により、リベレーターという世界初の全部品が 3D プリンターによって製造可能な拳銃のデータが公表された。これを受け、国務省は同団体に重火器の輸出規制を規定した。 インターナショナルトラフィック・イン・アームス・レガヤ・レシャンズに違反する恐れがあるとして設計図の公開を行わないように通達を行っている。USA のフィラデルフィアでは2013年末に 3D プリンターを用いた銃の製造に対する規制が始まったが2014年の段階ではまだ 3D プリンターによる銃化規制造を受けた法改正はほとんどの国で行われていない。そもそも 樹脂で作った銃そのものが使用者にとって危険であり、その観点からも規制が望まれているが、リベレーター公開直後から他にも同様の設計ファイル公開が相次ぎ、当初は単発しか発射できなかった 3D プリンター製銃火器もすぐに複数発発射が可能な改良版が登場するなど、どんどん進化を遂げている。3D プリンター製銃火器の危険性に対しては、 簡単かつ安価に銃火器が出回るから規制せよとの声が大きい一方、様々な反論がある。弾薬を 3D プリンターで製造できないという事実は多く指摘されており、3D データを活用する回、3D ガンの相馬達也は一貫して言っていることですが、3D プリンターで銃を作ることはできます。ですが、他の製造法に比べて著しく有利だということは、 ないので、社会的脅威にはなり得ません。弾薬が手に入るのなら、もっと有利な銃の製造法は他にたくさんありますから、3D プリンターの所持を規制する必要も意味も、ありません。と、3D プリンターで、銃火器を作ること自体の優位性を否定している。また、ディフェンスディストリビューテッドの開発責任者、コーディ・ウィルソンは、権利を乱用して、人に危害を加える、可能性は、 誰にでもあるという事実と向き合いたくないだけだ。危害を及ぼす可能性の有無に関わらず与えられている権利は守られるべきだというのが我々の立場だ。さらに言えば、危害を受ける可能性があるからこそ権利は保障されるべきだと思うと武装刑を根拠に反論している。ありがとうございます。